大洪水後のトビリシ動物園2015年、トビリシ大洪水は2015年6月13日から14日にかけてジョージアの首都トビリシ市中心部で豪雨により発生した大規模な洪水。2015年ジョージア大洪水の名でも報道された。この大洪水による死者は少なくとも20名に達し、損害額は4500万ドルに達した。また、首都飛びりでは、 中心市街を流れるベレ川及びベレ川と合流する、倉川が氾濫したため、市内のトビリシ動物園からは猛獣を含む、多数の動物たちが逃げ出す騒ぎとなった。当時の首相だったイラクリガリバシビリは6月15日を、福物の日にすると発表した。トビリシ動物園の虎2015年、ジョージア大洪水の被害状況トビリシ市内最大、最古の動物園。 飛びりし動物園からは狼、虎、ライオン、ジャガー、ジャッカル、クマ、カバなど多数の動物が逃亡して市内各所で出没した。当局には街頭で立止まっているカバや市街地を泳ぎ、徘徊する輪に人家の窓にまでよじ登ったクマ、洪水による瓦礫に埋没した動物の死骸など多数の目撃情報が寄せられた。同動物園では 蝶類や魚類等を含めた約600匹の動物が飼育されていたが、6月14日の時点でこのうち半数余りが行方不明になったと発表された。逃げた動物たちは警察とジョージア軍が追跡し、一部は捕獲され、一部は射殺された。飛びりシ動物園の発表によれば、6月15日の段階で逃げ出した動物たちのうち捕獲されていないのは狼20匹。 ライオンハットトラスートジャガー、及びジャッカルであった。ジョージアのイラクリガリバシビリ首相は、この時動物がすべて捕獲されるまでは、外出を避けるよう市民に勧告している。ジョージア内務省も、この件について、動物たちの発見に全力を挙げていると説明した、上、状況は完璧に制御できていると強調して、市民の不安の払拭に努めた。しかし、 6月17日、動物園から逃亡していたホワイトダイガーがトビリシ市内の43歳の男性を襲い、男性が病院に搬送される前に死亡するという事件が発生した。これに先立って脱走動物による危険はなくなったと宣言していたガリバシビリ首相は動物園からの情報に誤りがあったとして市民に謝罪した。なお、ロシア連邦内に所在する。 ニュースサイトは、トビリ市から約60キロメートル離れた、アゼルバイジャンとの国境に近い川の下流で、アフリカペンディン1羽が、漁網にかかっているのが発見され、捕獲されたと伝えている。トビリ市市内では大洪水に伴って、停電や断水が発生し、救助隊がヘリコプターで、家屋等に取り残された人々の救出に当たった。死者の中には、トビリ市動物園の職員2名も含まれる。 市内の幹線道路は水没して民家や車両が流され市民の居住する住宅建築の多くが浸水被害に見舞われた。飛びり市西部の町でも豪雨のために道路が寸断され警察がヘリで16人を避難させた。ありがとうございます。